この動画を最後まで見ると藤原さんのことをもっと知れる。おお、知りたい。はい、どうもこんにちは、スターバンドへようこそ。誕生日おめでとう、レンです。ハイトです。こんにちは。ありがとうございます。おめでとう。そう、今日1月22日は松浦さんの誕生日。あ、そっちですということで恥ずかしい。嘘嘘嘘、恥ずかしい。先週会長の誕生日でした。だいぶ心閉ざしましたということで、誕生日プレゼント、はい、おめでとうございます。でかい、でかい、でかい。いや、なんか誕生日なのになんかこんな感じで重力感じてる人、今良くないなと思って。どういうこと？重力感じてると良くない。そう。すごい。はい。どういうこと？はい。はい。まるで無重力。クッション。椅子に引くやつですか？そう、椅子に引くやつ。すごい。次の動画から引いてと。あー、オッケー。ちょっと持ってくるなこれ。あ、そう、ちょっと持ってくるやつにしました。カバンが開いて座れて、しかもすごい卵割れないらしい、落としても。ああ、そういうやつだ。そう、ありますよね、よく。テレビショッピングで見ていいなって思う。斬新。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして冒頭にも紹介したように、本日1月22日、まあ、これの撮影日は松浦さんの誕生日ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。っていうことでね、俺ら知らないところいっぱいあるなと思って。ああ、そう、ヒゲダンメンバーのこと、メンバーの素性、そう、はい、人となりとか性格とか素性とか、はい、知らねえなと思って。ということで、今回はオフィシャルヒゲダンディズム藤原さんの常識問題、早速レッツゴー。ガチの前情報なしやから。マジでそれやりたくないんだけど。大丈夫大丈夫。いや、そう言うと思ってたから。いや、俺もね、思ってたから、それ分かってるから。スタバンドの大事件だよマジで。スタバンドの動画を見てれば答えれるみたいなようにはしてやる。うん、ああ、なるほどね。二、うん、人で協力して答えていけば。絶対必ず全問正解できるシステム。競うタイプではない。そう、競うタイプではない。なるほど。競ったら終わる。終わる。15競ったらもうなんか お互い怪我するから、みんなで解いていこう。はいはいはい。そのクイズをやりながら学んでいって、で、もっとめちゃめちゃ詳しい人いるじゃん、うん、それをコメントで聞きたいっていうのが目的。ああ、なるほどね。準備に時間かけるようになりましたね、2人。そうだね、ちょっと楽しくなっちゃった。新しい、2021年ちょっと新しい挑戦していきたいなと思って。はいはいはい、まず、席替え。レッツゴー。はい。おい、来た。来た。いやマジか。いや、並ぶの初めて。初めて。いや、俺こっち来たかったんだよね。やりたい放題できる席やからね。そう、憧れ。松浦さんのことはまあいろいろ勉強してきたけど、うん、言うてまあメインボーカルの藤原さんのことやから、うん、分かってますよ。俺はあの喋んないようにしてるあんまり。いや、これコメントのせいじゃない、コメントのおかげなんだよね。いや、俺ら今せいって思ってる。いや、リクエストあったんだ、ね、なんてコメントしてくれた。ちなみになんてコメントだった。藤原さんのに関する問題をクイズやってくださいみたいな。大元例えばあんたのせい。いや、クイズ面白かったじゃん。で、俺もやりたいなって思って、マジか。で、こっち側に立ちてえなって思って。大丈夫なんかな。今回常識クイズ3つ。3つ。はい。え、難易度。難易度ちゃんと初級、中級、上級ってやつ。はい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 。そう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 。でもスタバンドをちゃんと誠心誠意取り組んできたならわかる。ああ、なるほどね。なるほど。スタバンドのことが分かれば分かる。まずそっちの問題にしてるから。はいはいはい。多分見てるコメント欄のマスターたちも分かるから。鼻声がすごい。まあそれは言い訳になんないから、ちなみに。いや、厳しい厳しい。花粉は言い訳になんないから。よし、じゃあ始めようか。よしよし。じゃあまず初級問題ね。はい、いくよ。第1問、デデン。藤原さんの誕生日は次のうちいつ。おっさん。終わったな。いや、まだ期待してていい、大丈夫。1番、3月26日。
2番8月19日3番11月3日サブレ一人1個答えていいから。あ、動画内でこの話した？いや、動画内でこの話はしてない。なんでこのなんでこの動画見てれば分かるって言ってます。ハンドの動画を見てれば答えれるみたいなようにはしてやる、うん、よく考えて、必ず2人が協力して 100% 答えられる問題にしちゃう。2択じゃん今のところ。うん、二択ではある。二択ではあるけど、そのどっちか。身内身内で入ってくる。そう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 。だから一人答えれるんだよ。あ、そういうこと？あ、そういうシステムなの？一人が怪我する。一人が怪我する。よく考えた。じゃあ俺怪我するわ。お、あ、一旦まあ分かんないけど、うん、当てちゃうかもしれないけど、うん、じゃあ俺が正解って方法言っていいじゃん。あ、いいよいいよ。いいよ。どうぞ。正解は、うん、8月19日。おお、すげえ。おお、正解。これも8月って言おうと思ってた。なんでかわかんないけど。1991年8月19日誕生日で29歳。29歳。そう、藤原さん知らなかったでしょ。初めて知った。でしょ、これでちょっとなんか人となり学べるでしょ。ちょっと勉強になるでしょ。はいはい。ちなみになんで 50% って分かった？そうですね、3月26日はレンさんの誕生日なんで。そう、それがスタバンドを見てたら分かるかも。あ、そういうことなの。要素に1個入る。スタバンドメンバーは分かるんじゃん、やっぱ。こっからはもうちゃんと復習問題みたいな。はい、余裕だよ、中級だけど。じゃあ今日、あんま信用ならないな。ででん、第2問。藤原さんがドラマーでもあったオフィシャルヒゲダンディズムの前に所属していたバンドは？これはもう俺が紹介したんかな最初に。そう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 、ね、しかも3万6000回がもうバズりにバズって、そんな言ってる今。素晴らしい動画。これは当てらんないと、さすがに。そうそう、じゃあこれはタイトルに答えてもらおうか。おお。地味に嫌がらせいった。全然味方じゃないんだけど。まあ一回ね、一回書いたら聞いてみる。そうそう、雰囲気分かるでしょ。あの、イチジック合ってるかがわかんないでしょ。そう、それ俺もね、作ってと思ったんだよ。達也は、いきますよ。達也は分かってくる。ああ、カイト、ちょっと怪しいかもしれない。いきますよ。よ、ボストン、茶の湯会。おお、正解、正解。素晴らしい。まあまあ、これ常識ですよ。常識は分かってから言うの、ずるくね。これを中級にした意味は、うん、新規の人がもし見たとして、あ、はいはい、スタバンドの動画1個も見てない人から見たら結構中級な感じする。確かに確かに確かに。スタバンドを見ててヒゲダンインさんってマスターな人も、うん、超初級。多分今のところクソつまんないと思う。でその人にはだからこんなマニアックな情報あるよっていうのを、あ、この後にね。そう、はいはいはい、そしたらこのシリーズがどんどん難しくなる。絶対やめてほしいよ。やばいな。待って待って、キッズ。じゃあまあ最後、はい、上級ね。上級はまあね、ちょっと分かるか分かんないか曖昧なところに攻めてみて。分かりました。じゃあ行くよ。任せてください。問題。藤原さんのあだ名は嘘つき〇〇。まあ今俺答えたんで次ね。順番、じゃあ達也、カイト順でいい。〇〇、あ、俺も言うの。嘘つき〇〇で追われてるあだ名。そう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 、嘘つき〇〇っていうあだ名がある。ちなみに、うん、これは俺たちの動画を見てたら分かるんですか？しれっと会話した時ある。あるある。ほんと？ポロッと言った時あるから。あ、じゃあはい。お、来た。嘘つき何々で、あ、言って正解だったら正解言っちゃう。あ、もちろんもちろん。あ、オッケー。あー、違うので言ってみる。いやいや、いや違うので言ってみる。いや、そしたらでも2個回答権あるから。まあまあ、まあ、俺は怪我じゃないから何でもいいんだけど。まあ、意地悪だぞあの人。知ってたけど意地悪だぞ。じゃあ2人とも1個ずつ行こう。じゃあ、じゃあ1回ちょっと言ってみていい？いいよ。会話でさらっと出てきたことある、うん、藤原さんの呼び名というか、うん、あだ名みたいな感じをちょっとその嘘つきとくっつけると、うん、嘘つきサイコパス。おお、なんかサイコパスの笑いがっていうのをなんか聞いた気がするんだけど、笑い方がちょっと独特やみたいな話を聞いたことがあって、うん、すごい言葉だけ聞くと悪口みたいな。すごいやつみたいな感じだけど。会話の中で出てきたのはサイコパスっていう単語を聞いたことがあるから。確かに確かに。嘘つきサイコパス。いや、俺も当てに行きますよ。おいおい、嘘
嘘つき丸々何でいく？あのじゃあ俺は藤原さんといえば、うん、コアラ。コアラ。コアラ。お、コアラ。嘘つきコアラ。これはあれだね。正解がいます。あれマジで？います。当てちゃったか。当てちゃったか。当てちゃったか。これ喜べへんなでも。嘘つきっぽいからな。まあまあまあ、まあ、そもそも待って、そもそも嘘つきな藤原さん。そもそも嘘か本当かわからないギリギリの嘘をつく。なるほど。えいやろ。嘘つきない。嘘つきない。ちょっと待って。嘘つきないコマス。結果なんで俺に飛び火してんの。嘘つきないコマスではない。どっちかというと。いやではある。真っ当真人間。いや真っ当真人間。2対1だから2対1だから。今答え出た。まあ戻そうか戻そうか。ということで正解は嘘か本当か分からないギリギリの嘘をつく&サイコパスみたいな乾いた笑い方をするのでメンバーから嘘つきサイコパスと。おーすげえ。素晴らしい。ガチ同じガチガチ一緒だ。俺からそういうとこあんのかなやっぱ。あなるかもしれんけど今ちょっと当たったことにほんまにすごいやめてほしい。マジですごい。いやちょっと盛り上がってくれて嬉しいなあの最初にこの企画言った時にちょっとキモかったやんか、うん、マジでみたいな、うん、多分リアルであほんまに前情報ないやってわかったと思う。だからあれは特に書いては演技とかできないからそう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 いや当たったすごい。いや本当に良かった。これは嘘つきサイコパスっていう単語が出たのこの動画内で。いや出てないと。サイコパスっていう話あそういうことだからもう、はいはい、さっきから言ったまんままんまそうまんまだから丸々の部分でサイコパスっていう特徴。コアラは多分行ったことないと思う。そうだよね俺も思った。そう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 。だからサイコパスっていうやつワード以外は多分あんまりここにつくやつないな今まで。はあ。だからすごいあだ名つけてるな。ね、そうまあでも俺らも見習うとこはありますよ。まあこれからもまあ。サイコパスみたいな。気をつけよう。サイコパス遅いな。いや俺は真人間だからやっぱ繊細だから。はい。そうサイコパスはね。はい。はい。今回その人となりもさ音楽にきっと現れるなって思って、うんうんうん、ちょっともっともっと詳しくなっていこう。そしてクイズちょっと面白いなって。まあまあやってる側は面白かった。うん、そうそうやらないいやこっち作った側も面白かった。本当。結構面白かったからこれからも勉強していくと同時にたまにクイズを楽しんでいってみましょう。はい、うんはい、面白かった。よかった。ということで場所チェンジかな。はいということで今回はオフィシャルヒゲダンディズム藤原さんの常識クイズ。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはマニアックな藤原さん情報。いやもうこのクイズをやるにあたってみんなもっと絶対知ってるじゃん。だから私藤原さんのこんな情報を持ってるよ知ってるよこれクイズになるよみたいなところをここのコメント欄に書いてもらえればもっとクオリティの高いねこの藤原さん常識問題チーズは。もうあんま書かないでほしい。この動画のコメントは俺と書いたら見られる。あんまり、まあ、カンニングしようと思うのができるよ。まあまあ、まあ、基本見ない方が面白いんじゃないかな。でそ俺フィルター通してやっぱこの優しい人間フィルターを通して最高だね。ギリギリまで分かりやすくするから大丈夫。そこは安心して。で2人もねもうもっとやってほしいみたいな話をさっき裏からいただいたんで何回もクイズを出していきたいなと。いや言ってない裏で何のことかと思ってる。一つも言ってない、そんなこと。してない、してない。あ、してない、クリスティック。いやいや、あ、そっちのせい。そういうのいらないから、元気できないって言ってる。ってことで、リクエストここからもいただいてるんでもっともっと精進して常識問題磨いていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。またね。今回コメントリクエストであったのはメンバーそれぞれの常識問題ああはいはいはいを出してほしいってあったんだよね。なるほど。やる。まあうーん乗り気じゃないなんでなんで、まあ、やったらあっち側も来るからね。ああまあまあそうですね。そうでも2個持ってんじゃん奈良崎さんと小笹さんね。小笹さんの両方の
手札を持ってるじゃん。2人が怪我するだけですよ。そうそうそう、怪我し合って失敗して勉強していこうって。誰が得するんだろう